天竜橋駅は長野県飯田市川路天竜橋にある東海旅客鉄道飯田線の駅である。稲本地の南、観光地、天竜橋を見下ろす川沿いに位置する。1927年に飯田線の全新稲田電気鉄道の起点駅として開業。その後、三新鉄道が南から乗り入れ境界駅となり、当駅は両社をつなぐ要所の駅となった。 その後両社は国有化され、途中駅となったものの要所としての地位は変わらず、民営化された現在でも普通列車は当駅泊まりの列車が数多く設定されている。特急、イナロも全列車が停車し、観光地の駅として役割を果たしている。ホーム端式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームと側線と数本の留置線を持つ、 地上駅。ホーム間の移動用に、ホームの地代駅側に、構内踏切がある。下り線側に駅舎がある。駅長は配置されない、駅員配置駅であり、飯田駅が当駅を管理する。JR 全線切符売り場がある。1日平均の乗車人員は、以下の通りとなっている。観光地として、有名な渓谷、国指定名称、天竜橋が、駅の目の前にあり、 遊歩道や展望台が整備されている。付近には天竜橋温泉が湧いており、旅館や土産物店が軒を連ねる温泉街となっている。しかし、長野、新宿方面からの直通電車の廃止や、道路が狭く大型観光バスが乗り入れにくいので、利用客の減少により数件の旅館が閉鎖に追い込まれるなど、観光面で苦戦を強いられている。ありがとうございます。